皆さんおはようございます。せんちゃんです。今日はですね、富士方面に向かっております。そして今私いろいろイベントを企てていまして、今回はねイベントのスタッフたちを呼び出しです。なぜ呼び出すのかっていうのはついてからのお楽しみということで、富士市に向かいます。このほら今前にさ山があるじゃん。あの雪がちょっとあるとこ、あっちまで行かなきゃいけない。あそこ、あんな遠い、全然間に合う、間に合ってねえよ。だってあの山の向こうとか言ったじゃん。あれ南アルプス、あれは関係ないの。関係ない。あそこ行く見てさ、あんなに遠いとか言わないから、こっち違うだろ、突っ込んでほしいじゃん。あー、そういうこと、嘘だったってこと。どう考えても嘘だ。騙されたわ。普通にボケだったの。普通に考えてたってさ、正面の山だって関係ないじゃん。だって雪降ってる。だってあそこまで行くって言ったじゃん。騙された。うわ、すごい富士山。これを県外の人に見せたいんだけど、大体雨なんだよな。なるほど。いや、待ちぼうけしてるやん。ごめんなさい、すいません。お待たせしました。お待たせ、大遅刻をかましてすいませんでした。ごめん。はい、ということで集合場所にどうにか到着しました。お待たせしてすいませんでした。じゃあちょっと皆さん来ていただいて、こちらにどうぞどうぞ、いらっしゃいませ。こんにちは。富士宮さんフラワーさんでイベントを行った時に手伝ってくれたスタッフの方々です。フィッシャーマンさん、ゆうきつるつるさん、まるいさん。今日皆さんに、ね、集まってもらったのは他でもありません。みんなバイク持ってきてくれましたか。はい、バイクをね、ここに持ってきてくれたと、はい、皆さんのバイクを売ります。俺のじゃない、あ、奥さんのバイク。奥さんのバイク。マジで売っちゃおう。売っちゃうの、マジで。怒られちゃう。ということで今回はね、みんなのバイク売る企画です。あ、もう。なんだろうこの感じ。ごめん。あの、そこまで私は鬼じゃないので、本当には売らない。カチエクスの動画をね、前やったと思うんだけど、それと同じで、今回はみんなのバイクを査定してもらいます。はい、ちなみにだけど、みんなはネット査定ってしたことある？ないです。ない？全員初めて？初めて。あ、初めてか。前の動画でも説明したんだけど、このバイクの写真だけで簡単にネット査定ができるので、多分、初心者のみんなでも簡単にできると思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速やってみましょう。はい。はい。じゃあまずね、バイクの写真を撮っていきます。丸井さんのバイク Z900、 川崎 Z900、 はい、1台目。つるつるさんの奥さんのバイクレブル250かな、乗りやすい、いい感じ。フィッシャーマンさんのバイク CB、 あ、すごい、これどうやって乗ってる。CB400 スーパーボルドールでございます。この3台査定していきます。はい、皆さん写真撮影をお願いします。前に私がやったみたいな感じで、正面とか横とかをね、撮ってきます。今どこまで進んだ。今住所、あ、住所。めちゃめちゃ住所。わ、3万4000キロ。さっき何キロだと思った。さっき2万5000キロ。かなり走ってるね。入力の続きはこちら。なんか来た、あ、来たね、うん、こんな感じで撮影画面に入るんだね。立ちこけした。立ちこけじゃない、あ、立ちこけじゃないんだ。こういう傷のところも撮影して載せます。あと立ちこけの回数とかね。うん、立ちこけゼロ。お、立ちこけゼロ、すごい。フィッシャーマンさん立ちこけ何回？5、6回。5、6回。ああ、ここか、ここだって。これね、タッチアップで塗った。うん、全然違う色の。全然違う色だね。全然違う色やこれ。これゆうかなやさん。そうだよね、レバーがゆうかなやさんになってるとか。あと、なんかみんなカスタムとかある？ステッカーはカスタムに入りますか？うん、あ、ステッカーはこれカスタムに入るかな。せんちゃんの中では価値が上がるけど、その他では価値が下がる可能性が。皆さん終わりましたでしょうか。はい、終わった。で、これで入力終わったらもうこれで依頼は完了です。はい、あとは待つだけなんだけど、この後はそのなんか電話ラッシュとかがないのよ。あ、うん、いいね。いいでしょ。うん、結構さ、なんか査定サイトとかだと、分かるでしょ。めちゃめちゃ電話ラッシュがすごいんだけど、そういうのもなくて、最大確か10社から買取金額が提示されて、金額が分かっちゃいます。多分最短明日ぐらいかな。私の場合は明日だった。で、しかも金額にこう納得したら、まるっとね、その金額をゲットすることができるのよ。まあ、そんな感じで、その業者との直接的なやり取りを代行してもらえるから、すごい楽って感じ。楽だよね。普通に業者で売ったこととかあるの？ない。あ、ない。わ、本当にじゃあ売ったことないんだ。初めてのバイク。初めてのバイクか。それを簡単に売られようとしている。
これってお金かかるの？査定？ここまで査定？査定？はもうここまでは完全無料でできる、はい、から安心して安心の査定で、はい、安心の査定です。まあそんな感じでみんなが行うことはバイクの撮影、写真撮影をするのと、この後多分チャットが来たと思うんだけど、そのチャットに答えてバイクを売るか売らないかで答えるだけでおしまい。どうだった？簡単だった？あ、簡単だった、うん、よかった。本当にね簡単なのでバイク売ろうか悩んでる人はねお気軽に試してみてください。あとはもうみんなの金額が楽しみ。どれぐらい？ドキ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 。どれぐらいつけばいいと思ってる？3割ぐらいつけばいい方なのかな。どうなんだろう、新車価格の。そんなつかないんじゃないの？あ、逆に2割ぐらい、自分の中では2割ぐらいつけばいいかなぐらい。そういう、そんぐらい。まだ2年ぐらいだから、うんうん、もうちょっとついてほしい。3割4割、うん、それぐらい。3割ぐらい、うんうんうん、じゃあ楽しみにしててください。はい、また教えてください。お願いします。それでは、はい、皆さんのバイク査定結果が届きました。はい、はい、私の方からねお伝えしたいと思います。想像ではどんな感じ？想像では、まあ半分ぐらいで30万ぐらい。おお、うんうん、半分ぐらい。どれぐらい？まあ、30万ぐらいかな。30万ぐらいを距離走って。あ、そっかそっかそっか、距離があるか。傷があるから30万いけばいいかな。30万いけばいいかな、みんなそれぐらいか。 OK です。でちょっと発表させていただきましょう。まずはつるつるさんのレブルから、はいはい、発表いたします。10社から出てて、それがランキング形式になってるんだけど、一番上の価格が、はい、じゃじゃん、35万1000円。なかなかいいんじゃないですか。いいね、希望通り35万1000円。ただすごいこの振れ幅があって、あの1位から10位まであるんだけど、10位は20万。そう、ちょっとね微妙だよね、うん、20万。結構幅があるから、そこから選べるっていうのも、うん、割とポイントかなと、うん、35万だったら割とよかったね。はい、はい、35万円でした。次、じゃあ丸井さんの Z900、 はい、行かせていただきます。 Z900 の価格はじゃ60万4000円です。おお、そう、なかなか期待よりかなり上回った。振り幅としては10位が40万、そう、最低でも40万ぐらいね。それでもすごい、まあ、その中でも一番上が60万4000円をつけてるんで、売る？まだ売らない。それはね、まだ売らないということで、はい、大切に乗りましょう。最後にフィッシャーマンさん、自信のほどは？ないです。ない。傷だらけ。傷だらけ。立ちゴケ王者だからね。そんなフィッシャーマンさんの CB400 スーパーボルドル、はい、はい、価格一番上が66万4000円。一番高かった。でも最低価格が35万3000円なのよ。結構振り幅があるんだよね。だからそんだけ振り幅あるとあれだよね。そう、なんかこんなさ10社もさ回れないじゃん、うん、正直めんどくさいじゃん。そういう時にね、一括でこう査定ができるのはめちゃめちゃ便利で、はいはい、簡単だったと思います。そうですよね、60万で売るか30万で売るかで、そうだいぶ違うよね。倍ぐらい違うから、うん、結構いい価格がねついたんじゃないでしょうか。60万もいたらちょっと買い替えちゃうかなっていうのを読みない、ちょっとよぎるけど。っていうか、うん、30万と60万で、うんうん、ね、例えば自分がどっか持ってって、うん、30万が限界だよとかって言われて、うん、売っちゃったらすげえ後で、うん、ね、他のとこだったら60万だったら、うんうんうん、後悔しちゃうから。そうだよね、自力で回るとしても 2,3 件じゃない、うん、そうだよね、そうだよね、10件はちょっと面倒くさいよね、うん、ぜひ売るときは活用してみてください。びっくりびっくり、よかった、なんか試してもらえてよかったかも。よかったよかった、よかったよかった、ね、自分の査定価格、うん、こっちの査定価格が高かったらびっくり。そうだよね、確かに長いのか乗ってる期間的には、うん、4年目か、5年目に入った、5年目、まあ、丸4年丸4年か、でレベルが2年か。なんか面白いね、動作はびっくり、びっくりだね、ちょっと私も驚き、うん、今回なんかその交渉をね、その担当の人がしてくれたみたいで、そうだから結構値段が上がったっていうのもある。そうそうそう、自分だとあんまりこううまいこと交渉をねできないけど、その担当の人がそれを代わってやってくれるからちょっと上がった感じ、うんうん、もうフィッシャーマンさん売るってことで。ぜひ皆さんもね、自分のバイク査定してみてください。そういえばもうすぐ4月だけど、4月といえば
税金が一発目に出てくる、本当に、そうボケ入れないと、いきなり税金来るわけだ。桜とかお花見とかそういうほっこり系かと思いきや嫌なこともあるよね。嫌なこと年度の初めといえばこうやって子供がこうやって粘土じゃない一生懸命ボケてくれる新学期といえばあれですね、お金が動くわけですよ。つまり税金ですね。税金7月になったらまた払わなきゃいけないということです。嫌だね嫌だね嫌だね。自民だからあれいくらだっけ、6000円とかだっけ。6000円ちょっと自民高いよね。なんかその眠らせてるバイクだったらさちょっと嫌じゃない、うん、だよね、うん、その稼働してるバイクだったらさ、まあ、仕方ないなと思うけど、倉庫とかに眠ってるバイクに毎年6000円かかるのはちょっとなっていうのは多分あると思います、はい。まあ、そんな感じでこう眠らせてるバイクがある人にとってはこの価値 X とかってちょうどいいのかなと、うん、思います、はい。眠らせてるバイクがある人は4月を越すとかなりもったいないので、ぜひこの機会に価値 X を利用してみてください。チェックしてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではせんちゃんでした。バイバイ。いや今回本当にねご協力いただきありがとうございます。ありがとうございます。いい感じだったね。いい感じ、ありがとう。まあ、丸井さんの言葉数が少なかったんで。で本当ありがとうね。ありがとう。ありがとう。よし。